渋沢資料館は東京都北区西原にある渋沢栄一の生涯と自責に関する博物館。飛鳥山公園内にある飛鳥山三つの博物館の一つ。展示室のある本館のほか、渋沢栄一の宮廷として大正期に建てられ重要文化財に指定されている版、香炉と声援文庫を公開している。管理運営は公益財団法人、 渋沢栄一記念財団。隣接する上の博物館、北区明日香山博物館とともに1998年に新築開館した鉄筋コンクリート造りの展示施設。1階に閲来コーナーとミュージアムショップ、2階に常設展示室と企画展示室がある。リニューアル工事のために2019年9月1日から休館、翌2020年11月19日に、 リニューアルオープンした。番バン番ー炉は渋沢栄一の記事を記念して清水組から送られた木造の洋風茶室。様々な建築様式を取り混ぜ趣向を凝らした小建築で品格の接待に用いられた。名の由来には諸説あり栄一自作の監視から取ったともバンガローの音に当てたものとも言われる。重要文化財。声援文庫声援文庫は 渋沢栄一の三樹と死尺小尺を祝って、流門社会員から贈られた鉄筋コンクリート作り2階建ての書庫。声援の名は渋沢栄一の方より、外壁は石張り、テラスに面した窓の上部はステンドガラスで飾られている。建物内部1階は床面地域材張りの閲覧室、2階は書庫である。栄一の着尊。 渋沢慶三が収集した論語などの漢籍約6000冊が収蔵されていたが、これらは慶三の死去した1963年に東京都立日比谷図書館に寄贈された。渋沢資料館の開館当初から本館新築までは展示室として使用された。東京都北区西毛原2丁目16番1号、渋沢資料館旧館のお知らせ、渋沢資料館リニューアルオープン。 ありがとうございます。